阪神タイガース村上頌樹です。読売テレビです。あ、読売ですか。ちょっとあの事務所から NG 出てるんで、もう根っからの阪神はやっぱりもう読売っていう字を見たらやっぱライバルし、巨人のユニフォーム見たらなんかもう燃えるって、そんな感じです。楽しみだ。想像以上でしたね。まあ、まさか MVP まで取ると思ってなかったんで100点でお願いします。はい、しゃしゃ、まあ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 だな。村上投手が MVP を獲得すると思っていた。やっぱ青柳さんに教わったおかげで MVP 取れました。ちょっと声ちっちゃいんじゃない？大きくしておいてください。僕の8年間を1年で持ってかれたんで。いや。どんなタイトル取るより MVP は強いんで。メンタル面では自信ついたんで、まあ慢心することなく、はい、しっかりコツコツとやっていけば結果はついてくるかなと思うので、しっかりやっていきたいなと思います。挑戦です。まあ、まだまだ実質2年目なので、攻めるっていう気持ち、いろんなことに挑戦していってシーズン戦いたいなというふうには思うので、まあ、二桁勝利以上と最優秀防御率のタイトルをもう一度取りたいと思っているので、まあ、その2つを、絶対っていう気持ちで取るっていう気持ちでいきたいと思ってます。